はい、どうも、千葉です。今回はですね、オーディブルの3ヶ月割引プランが前回契約したんですけれども、3ヶ月経った今また表示されるのかどうかをオーディブルを退会して実験してみたいと思います。オーディブルのアプリをタップして、でコインが持ってるんで、これ使わないで退会するとコインが消滅しちゃうので、ウィッシュリストに登録していた孫子の兵法というオーディオブックを購入したいと思います。じゃあこれワンコインで購入ですね。タップします。注文を確定する。はい、コインがゼロになって、これで購入が完了です。はい、これでバッチリですね。ちょっとね、退会したくないんですけど、大会手続きをして、また前回みたいに3ヶ月半額サービスみたいなのが出てくるんであればラッキーなんで、ちょっとこの大会手続きをスマートフォンから表示させる方法に関しましては、概要欄のところにまとめた記事がありますので、そちらの方をご参考ください。このページにたどり着くことができます。ですごく分かりづらいんですけど、分かりやすく説明してありますので、ご参考いただけたらと思います。ここにあるんですよ、大会手続き。本当分かりづらいんですよね。パソコンだと簡単に見出せるんですけど、スマホからだと本当大会できづらくしてますね。でこれをタップします。大会すると、現在お手持ちのコインおよび会員特典が利用できなくなっちゃうよと。でまあこのまま大会手続きを行うをタップしまして、で大会手続きの画面が出てくるので、もっと安くしてくれやって感じで、ここをちょっと月額費が高すぎるとしますか。あ、ないですね。残念ながら。今回はなかったですね、キャンペーンが。前回みたいにこの3ヶ月間半額ってやつ。じゃあこのままちょっと大会やってみますか。大会手続きを完了。大会手続きが完了しました。ご利用ありがとうございましたということです。また入会したいと思うんですけど、キャンペーンやってる時か、初めて大会する時かわかんないんですけど、大会しないでよみたいな感じで、こういう感じでね、前回こういう画面が出てきて、3ヶ月間割引プランっていうのが出てきて、通常の会費の半額の750円ですね。で、3ヶ月間ご利用いただけますというのがプランが表示されてたんですね。で、今回は表示されなかった、2回目だからかな。ちょっと残念ですね。まあ、とりあえず、こんな感じで大会はちゃんとできるので、気になる方は、オーディブル、いかがでしょうか。ということで、オーディブルの半額キャンペーンは何回も無限に利用できるのかの検証をいたしました。それではまた。